皆様こんにちは。ありがとうございます。本日は、第66回大阪滝技能能楽堂公演にお越しくださり誠にありがとうございます。本日は、会場がここ大月能楽堂ということで、私たちとお客様の距離が非常に近いのを、これがちょうど良いということで、本公演をご覧いただく前にお時間を10分少々お借りいたしまして、本日の内容をより深く楽しく理解いただくために、もう一歩踏み込んだ解説を、事前にさせていただきたいと思います。本日水崎案内人を務めますは、大蔵流狂言方の小西レオと漢字流して方の井戸亮介でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、本日の公演の簡単なあらすじや内容に関しましては、配布させていただきましたこちらのパンフレット中面の左下の方向に書いておりますので、こちらの方目を通していただければ幸いでございます。それでは早速、一歩踏み込んだ解説をしていきたいと思います。まず一つ目ご覧いただきますのは、観世流の柿つばたという物語でございます。この柿つばた、百人一首などで有名な在原の業平に関わってくる物語なのですが、ここに非常に面白いお話があるということでございます、はい、こちらご説明をお願いいたします、はい、まずこれは、ね、一つ柿つばたっていうのあゆあゆえを作文にしたような歌からを元にして作られています。まずかね、かからころもききつつなれにしつつましあればははるばるきぬるた旅をしぞ思う。この歌を元にしてこの能は作られています、はい、でまずね、実はね、かきつばたという曲はね、少しね難しい曲なんで、まずはちょっと皆さんから入っていきやすい、ちょっとね今日衣装を持ってきました、能の衣装、衣装を持ってきてくださいました、はい、ちらを持っていただけますか。はい、じゃん。これね、長剣と言います。長い絹で長剣と言います。日頃お着物召される方もいらっしゃるかもしれませんが、どうですか。まず袖が長いですよ ね、 こうね、袖が長いんですけども、なんで袖が長いんかは後で舞台見て見つけてください。それを今説明しません、はい、まず柿つばたっていう曲なんですけども、実はねこれ今在原の業平を題材にしたと言ってますかね、主人公はね柿つばたの姓、人間じゃないんですよね、柿つばたの姓っていうことなんですね。これでね、柿つばたって僕は私今まで難しいと思ってたんですけども、これね、まあ、僕ら能役者からしたら、まず、まあ、今日の永山幸三さんは男性ですよね。男性の役者が舞台では女性の役をして、実は柿つばたのせいで、ほいで着てる服は歌いの中で奥さんの衣を着て、で頭には在原の業平の冠をつけて、全体の格好は在原の業平っていう、わかりますなのに、ね、ものすごいなんか自分の立ち位置がわからんようになる結局誰やねん、全部柿つばたのせいなんですけども、男の格好をしてるんであり、衣は奥さんのを着たりで、そういうふうなすごいね柿つばたのせいっていう、どないしたらいいんやっていう曲なんですよ。同じ格好してるんでね、他に「井筒」っていう曲あるんですよね。でその同じ格好してる井筒はちょっと分かりやすい、男の役者が舞台では女の役をして、その舞台の中で男の格好をするって、これの方がまだ分かりやすいんですけど、それにまだこの柿つばたっていうね付随してきますんでね、皆さん見てて そこら辺あこうを感じていただいたらいいと思います。まずで格好はもう男の人の格好なんでね、そういう感じで、これで
能の役者の人はね、いろんなところに気を使います。これね、なかなかこれは説明しないわからないんですけど、これ、ね、この模様をね、成平美して私口読んでるんですよ。ということは成平に関係ある曲にこう使ったりするというこの消毒でございます。はい、今日次の狂言はどんな感じでしょうか。はい、承知しました。非常にね、お話が始まる前に装束も見せていただきましてありがとうございました。では畳んでいただいている間に、その次にご覧いただきます狂言の話を私の方からさせていただきます。そもそも狂言と申しますのは、室町時代の中で起こりうる喜怒哀楽、それらをすべて笑いというものを通して今を生きる皆様にお伝えしている日本最古の喜劇でございます。当時室町時代の人たちが日々どんなことを考えていて生きていたかというのを笑いを通してお伝えしております。私はこの狂言のことを生きた歴史の教科書とも呼んでおりまして、本やテレビなどでは見ることのできない当時の流行り、服装、食べ物、職業、国家主義思想、いろんなものが、垣間見えるようになっておりますので、ぜひ皆さん狂言をご覧いただくときはぜひタイムスリップをしたような感覚でご覧いただければ幸いです。その中から本日は、魚絶叫というものをご覧いただきます。こちらの魚絶叫、主人公は、漁師だったんですが、摂政はちょっともう嫌であるということから出家をした、お坊さんが、物語でございの物語です。京都の都に行こうとしているときにですね、また別の相手、持仏堂を持った、日常的にね、礼拝をする、仏像などを配置する場を設けた人が、ここで毎日法事をしてほしい、ご出家がどこにかいないかなということで、ばったり2人は、鉢合わせするんですね。そして、いや、ご出家を一人探しているんですが、あなたはどこから、どんな理由で、都に行くんですかってお話をしていたところ、意見が合致しまして、ではお招き、持仏堂を持っている方が、檀家さんですね、お招きさせていただきまして、今日は初めてのことでございますので、何卒ありがたいお話を、説法をしていただければありがたいんですけども、というお話をしましたところ、この、まだ漁師から出家になりたてでございます、まだ説法ができないんですね。しかし家まで招いていただいて、ここで後に引くことはできません。ですが一つだけ特技がございました。漁師ですので、魚の名前に関しては右に出る者はいないということで、なんとかこの魚の名前を使って説法のように見せ立てて、この場を乗り切ることができるのかというのが、一番面白い見どころでございます。そしてこれ先にお伝えしておきます。説法の中に魚の種類約70種類出てまいります。さて、ご覧いただいたときに70種類すべて見つけていただくことができますでしょうか。必見でございます。ぜひ楽しみにして、その後どう一体どうなってしまうのかというところまでぜひ楽しみにご覧いただければと思います。はい、そしてこの話をしてしまうとですね、私狂言のお話で20分30分かかってしまいますので、本日はこのあたりにしておきたいと思います。その後、休憩等々を挟みまして、最後に、古歌寺をご覧いただくのですが、こちら、最近ですね、ゲームやアニメ等なので若い人たちにも有名な、演目となっております。この古歌寺なんですけども、伊藤先生、古歌寺ということは大歌寺なるものもあるんでしょうか。はい、そうなんです。古歌寺とは人の名前ではございません。古歌寺もいれば大歌寺もいます。古歌寺というのは刀を売ったりする人のことを、まあ、鍛冶屋さんの中でそっちを小鍛冶で、大鍛冶っていうのはね、鉄を作る人は大鍛冶なんですよ。鉄を作る人は大鍛冶、はい、そうなんです。たたら製鉄といいましても、古代日本からある製鉄技術があるんですけども、実はそれね、もうほんまに江戸時代近代の近くまでね、その製法で日本は鉄を作ってました、ね、そのたたら製鉄というのでできた鉄、いい鉄、玉鋼と呼ばれる、ね、鉄でしか刀は打てないんですよね。皆さん、古歌寺の字って二水
三水じゃない、よくねこれ皆さん間違えられるんですけど二水なんですよ。なんでか分かります？あのねイメージしてもらうんやったらね、あの冷凍食品の冷とか冷凍食品の冷も糖も二水でしょ。あれも二水ですね。ああそうなんです。あのね水には関係ありますけどね、あれ凍ってるでしょ、はい、溶けるでしょ、ね、製鉄技術も塊を溶かしてまたこう一度液状にしてから鋳造していくで、はい、だから小火事の字は二水なんです。なるほど。あの皆さんあの豆知識をお持ち帰りください。そうなんです。それでその大火事っていうので玉鋼が取れまして、それをあの小火事、ね、小火事の人が刀を作ると、そういうふうなんで小火事という名前についています。でこの小火事という話は人間があのこれ鍛冶屋さん行ったら2人でねこうね相槌を打つって言うでしょ皆さん。相槌もあ今の同じであのそこから来てますからね、あの2人でカン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 って打つのを1人の人が打ってってね、それでもう1人の人が打つって、これ相槌って、これあの刀を打つのは土って言いますから、でそこから来てもこの相槌ですから、これもあの豆知識なんで皆さん、そうでこのねそれで作った鉄を、まあ、この小火事っていう曲は人間が主になって神様がこうどうですか手伝うで、そういう話になっております、はい、そしてあのねあのなんとか丸とか刀よく名前がついてるんですよね。セミ丸とかですね。あの、ね、あれはね膝丸やったら膝が丸ごと切るとか、そういうふうな、ほう、そういうふうな意味が含まれてるらしいです。はい、これぐらいでよろしいでしょうか。はい、小火事をご覧いただくにあたって、このそもそも職業とはどういうものか、いろんな詳しいお話ありがとうございました。さてまだまだ解説をしていきたいところなのですが、これ以上してしまいますとあのこのお話だけで今日一日が終わってしまいますので、このあたりにしていきたいと思います。そして最後に皆様にご協力いただきたいことがございます。本公演が終了しました後、そのままご着席の方お願いいたします。今公演終わりましたら誘導退室の方をさせていただきたいと思います。昨今のコロナ事情や混雑を回避するために、大変申し訳ございませんが、南さんご協力のほどよろしくお願いいたします。さて、お話はこれくらいにいたしまして、それでは早速本公演ご覧いただきたいと思います。本日一日が皆様にとって良き日になりますよう願いまして、公演開始の合図とさせていただきたいと思います。本日、能楽をよく知るために水先案内人を務めましたのは小西レオと井戸亮介でした。どうもありがとうございました。
横にそろえて洛陽の名所旧跡残りなく一見つかまつりてそろまたこれより東国安家と志そろ美しいの
物にて揃おうが、書き壺との面白さに眺め入りて揃おう。さてここは居づくと申し揃おうぞ。Oh.
心の奥深く。
おyou
よい色もここよく絹を着付き人いの小麦を直しこれによと受けと昇る法祖もいこのることにてそうろうず俺こそこの歌に生まれたるからころも高校の妃の御意にてそうろい Oh!
Oh!
you
Thank you.
Oh!
松の船、兵庫の村に住む漁師の慣れの果てでござる。砂取りと申す者は明け暮れ者の命を取り、後の世のことはさらに思わず、ただうかうかと暮らすと申すは浅ましいことと存じ、ふっつりと思い切り、かような姿になり、西国行ってみたいでござるが、いまだ都を存じませぬによって、このたび思い立ち、都へ上り、名所旧跡、残るところなく一見乱し、またにやましいところもござらば、足をも止めようと存ずる。まず、さらりさらりと参ろう。いやまことに、何がに若坊主のことなれば、京だらには知らねえどの、都へ上ったならば、よい師匠を求め、稽古をもいたそうと存ずる。いや、何かといううち、これはにぎやかなところへ参った。ちとこのところで安らい、似合わしい人もとおらば言葉をかけ、都への案内を頼もうと存ずる。では都に住まいいたすものでござる。それがし志の深いものでござって、持仏道を建立いたいてござるが、何とぞご出家を一人抱え、朝夕後花を手向け、掃除等をさせ、肥業をも養でもらおうと存じ、あれこれと尋ねますれど、とかく似合わしいご出家がござらん。また上下の街道は人通りの多ござるによって、定めて似合わしいご出家の通らぬと申すことはござるまい。これより上下の街道へ参り、似合わしいご出家の通られたならば、言葉をかけ、かかようと存ずれ。まず、そろりと参ろう。いやまことに、かように参っても似合わしいご出家の通らるればようござるが、さりながら人通りの多いところでござるによって、
ておらぬと申すことはござるまい。これ一般の人が参る。何かと申すうち、はや上下の街道へ参った。いやむをぬを、しし申し。ようよ、ぬを通せられるは、こちなことでござるか。何事でござる。いかにもこなたのことでござるが、いずれへござるお方かは存じませぬが、都へと見受けてござる。武装は都不安内のものでござるが、何と連れていてはくださるまいか。それは安いことでござる。なるほど、お供いたしましょうが、近頃領事な申し事ながら、御坊には都には何をあって、どれから登らせられる。さればそのことでござる。武装は西国型のものでござるが、いまだ都を存じませぬによって、この度思い立ち都へ登り、名所旧跡、残るところなく一見に出し、また似合わしいところもござらば、足をも止めようと存ずることでござる。それは幸いのことでござる。何を隠しましょう、私は志の深いものでござって、自仏堂を建立いたいでござるが、何とぞご出家を一人抱え、朝夕紅花を手向け、掃除等をしてもらい、企業をも用でもらおうと存じ、似合わしいご出家を尋ねるところでござったが、私の止めましたならば、止まってくだされようか。それは愚僧の望むところでござる。止めてさえくだされたならば、じきに止まりましょう。やれやれ、それはかたじけのうござる。それならばすぐにお供いたしましょうほどに、まずこなたからござれ。武装は不安内にござる。案内者のためこなたからござれ。案内者とあらば、お先へ参りましょう。そうそう、ござれござれ。参りまする、参りまする。さて、かようにふと言葉をかけ、どうどういたすも、多少の縁でかなござりましょう。仰せられる通り、多少の縁でかなござりましょう。さて、ただいまも申す通り、朝夕紅花を手向け、掃除等をし、企業を頼みまするぞ。それは出家の役でござるによって、そっとも助裁することではござる。いや、何かと申すうち、はやこれでござる。さあさあ、こう通らせられい。そのにならば許させられい。それに、とうとうござれ。これは構わせられるな。よいよい、ご出家をお供したほどに、一般のこしらえ。いや、申し申し、ちと
奥たぶれも抜きましてござるか。いや、少々を眠る者のことでござれば、さのみくたぶれもいたしません。さて、ただいま一般の申しつけてござれば、おっつけできましょうが、こんにった初めてのことでござるによって、何とぞお説法をしてくだされようならばありがとう存じまする。いや、何説法をせいと仰せられるか。のこのこ、ちと待ってくだされ心得ました。これはいかなこと、似合わしいところと存じまいってござるが、京だらには知らず、何とがないたそうやれと存ずるところに、これへ来てまだ六稲堀もせぬに説法もせいと仰せられる。武装はついに説法をいたいたことがござらん。これはまず何といたす。いや、武装は右翁の名は型のごとく存じておりまするによって、これをば何とか引き直いて説法を述べようと存ずる。いや、申し申し、それならば説法を始めましょうか。それは近頃ありがとう存じまする。そのぎならば始めさせられてくだされ。心得ました。
鮭如来ぶりごの菩薩に申してもうさばはれ今日を読もうともなまずにはなろうべからず恋眠るところは不ならく世界へこちこちと生ぜられたきなり仏も暗号の実りをなしたのも今後のためなればこたるもの生とかますごザゴキスゴモロコブリコキンコハララゴイリコ各大勢の数の子も親に対し二心ならばこれすなわち大いなる不堪なりまことに親のちびとて糸よりのようなる細き心にて雨の魚のごとくなんだをたらたらと流しさめざめと泣くそれは観音行の門にいわく飛大海浪へエビ観音力とも説かれたりさてまた信用の門に言わあのくたく三百三門にてこうたるたこを仏に立てまつればあっぱれよきたこかなとて御喜び限りなくすなわち御前なる花松を保う救恩の聖書これまでなり谷志風の国に思いさざいさてさて花の立つことでござる生だこ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 時代己は何者じゃ何者じゃ生だこれこれそなたは味目のほどはあゆらしゅうおっしゃったがそのように顔を赤貝にし腹らごをおたちゃるからは棒だらで叩かれぬうちに奴隷なりとも飛びをするぞまだそのつれなことを言いおる己散々長着してやろうそれそれまた平家ガニのような顔をしてぐすおをにらみだい無理なことを言いだこその上手長エビを振り上げ、ぐすおが金頭を打とうと寝さる。それほど勘にならずば、立ち骨なりと切らしめ。おのれ
にくいやつの許せ逃げたりと逃がすのかあの和坊主他を捕らえてくれやるまいぞやるまいぞやるまいぞ許せ許せやるまいぞやるまいぞ許いてくれ許いてくれやるまいぞ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 大阪支部支部長成田達氏よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは、農学協会大阪支部長の成田達氏でございます。本日は第66回大阪滝技能にようこそお越しくださいました。心より、御礼申し上げます。ありがとうございます。皆さんご存知のようにこの新型コロナウイルス感染拡大で去年おととしと2年続けてこの滝技能は中止になりました。今年はようやくできるかなと思うとまた大きな波がやってきてちょっと落ち着いたかなと思ったらまた今度第7波ということで今大変なことになってきておりますが、本日お越しくださいました皆様のおかげでこうして無事開催することができました。本当にありがとうございます。この大阪滝技能というのはですね、実は昭和32年が第1回ということになっています。もう随分時間が経ちました。当時の地元の有志の方々、今の滝技能委員会の方々ですね、そして大阪市と私ども農学協会、この3社が戦後の復興の象徴としてこの大阪滝技能を始めたというふうに聞き及んでおります。その理念は平和の祭典です。折しも今は北欧の方でウクライナで戦争が起こっていますね。私たちには直接何もすることができないんですが、この平和の祭典であるという理念のこの大阪滝技能、その理念を大切に、今年もしっかり講演をさせていただきたいと思っておりますし、この講演を来年再来年と続けていきたいと思います。そのためには皆様方からのご支援ぜひよろしくお願いしたいと思います。お願いばかりで誠に恐縮なんではございますが、ずっといつも生田場さんの方でこの講演させていただいておりますが、今年だけちょっと会場を変えてこの大月能楽堂でさせていただきました。生田場さんで使っている能楽堂のこの能舞台が実は大変老朽化をしておりまして改修が必要となっております。皆様もしよろしければ今日お帰りの際にロビーの方でですね、滝技能委員会の方が寄付金の箱を持って募金の箱を持ってですね、お立ちいただいております。よろしければ本当にわずかでも結構でございます。お力添えいただきましたら大変嬉しいです。どうぞ今後もこの大阪滝技能どうぞよろしくお願いいたします。それではこの後も引き続きまして、北流の姉妹春勢忠則、そして関西流の姉妹逃亡作、そして金剛流の能小火事と、面白い演目が3番続きます。最後までごゆっくりお楽しみください。本日はどうもありがとうございました。
一尺いであり修羅を元の世界へ送らす。Thank you.
一条の院に仕え立て祀る立花の道なりにて候。さても今夜帝不思議の夢の告げましますにより三条の小家事胸近を召し密るにを打たせらるべきとの直上にて候間ただいま胸近が支度へと急ぎ候。
ならではと存じそうろ。それがしが氏の真の稲荷の如人なれば、これよりすぐに稲荷に参り、奇声もそうやと存じそうろ。Yeah.
Oh!
今に至るまでの剣の威徳、
さまざまこの方の中で何時の名を得たるはずなればいずれも劣らぬ密令を移れしと頼ましく思い金を聞こうてますべし、その時明人出現なって相づちをこんなちわるべしとのこんことなれば胸ちかの喜びの舞を開き、ただいま猫をいたさでそうろう、さまざまありがたきおんかになれば奇声をかけ申すほどのことは諸願成就疑いなし、みなみな信仰いたさでそうろえ、その分心へそぼろへ心へそぼろへ。
Oh, no.